はい、ただいま9月4日の5時3分です。はい、じゃあ、はい、今日の一言お願いします。はい、今日は曇ってて、昨日すごい朝から暑かったのが、今日は曇ってるせいか、あとフェーン現象が今のところ一時的に去ったのか、涼しいですね、昨日に比べて。なるほど。だからだいぶ体には優しいです。はい。以上です。はい。今日はちょっとですね、安藤くんがなんかタイヤがパンクしたということで、ちょっと遅れて、来ますが、寝坊ではないようですんで、はい。目を耐えます。はい。一応、ここで、補足をしておきたいと思います。じゃあ、開始したいと思います。今日、まずやるところは、このライスセンターの昨日の続きなんですが、ここの脇ですね、草刈りをしたいと思います。ここは西野のという、地名の田んぼに。We'll be right back.
はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあいかがでしたでしょうか。あ、それで昨日午前中最初の方は手袋をつけてやってて、はい、それであのあとちょっとつけの忘れてたんですけど、今日はあそれで手がちょっとしびれた感じがあったので、あそうですか、はい、それ危ないですね。そうです、それでやっぱ今日はやっぱちゃんとやって全然なんともないです。はい、わかりました。それを昨日言おうと思ってて忘れてしまったので。あ、なるほど。昨日のことをちょっと今日言ってみました。はい、以上です。はい、じゃあ安藤君は、今日は遅刻したんですが、タイヤがパンクしましてでさっき原因が分かって釘が刺さってました。ちょっと後で見てみましょう。はい、まあ、あの日頃から自分がタイヤ交換してるんで焦りはなかったんですけど、あの前月あの車検であの出費があったんで今月もまた出費ってなってそっちの方が焦ってます。ちょっと安藤君に寄付を、はい、まああのこういう日は多分悪いことが続く気もしますが、まあ気の持ちようで、はい、あのいいことが起こるようにあの祈りながら心穏やかに今日一日は過ごしていきたいと思います。はい、はい、お疲れ様です。大変でした、ね。はい、お疲れ様でした。本当に、はい、させていただきました。私ですが、あの今日はちょっとあのこの下にですね、あんまり使わないいらなくなったシャツを着まして、汗をたっぷり染み込ましたんですが、これはあのイノシシよけに結構あのこういう人間の汗の匂いがついたシャツをあの田んぼの近くにこう置いておくといいっていう風に聞きましたんで、ちょっとこれをやってみようと思います。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、これがあれですか。はい、パンクしたタイヤ、これが刺さったようですね。ああ、これはどういう、これ何なんでしょうね。これこれちょっと抜けます。釘じゃないんかな。ちょっと抜けますかね。はい、ちょっと抜いてもらって無理か。抜ける。テコ使わないと無理。無理っぽい。あ、ペンチがあればな。ペンチ、ちょっと後でね。ちょっと。むしろこれ刺しといた方がいいんかな。同じじゃないですか。お、これ。釘だな。釘。はい。ああ。ちくしょう。これが刺さっただけでパンクか。恐ろしい。ちなみに今年買いたばっかです。あ、本当ですか。結構、タイヤ、あれですもんね。溝ありますもんね。もったいないですね。早くも。なかなか運が悪かったとしか言いようがない。これはもう防ぎようがないというか。ですね、はい。またなんかいいことが起こるように。そうですね。悪いことがあればいいことも起こるはずなの。お、いい名言ですね。はい。じゃあお疲れ様でした。はい